やっはろー、こんばんは。どうも、マジラジオ芸人、浜です。はい、現在1月3日月曜日の午前4時39分になりますね。はい、先ほど鬼滅の刃、遊郭編5話見終えて、もう1本だけ赤目がける14話を巻いておきます。なぜか15話16話は撮影しなくてもいいわすなんで、これを今見とけば去年母休みなんで15話16話いる間に見れるんでね、ここで14話いっておきます。ちょっとこれはもう気合です。よし、行きましょう。では自己紹介、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり現在40歳、芸歴16年目のマジシャン大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めてマジシャンになり、そしてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃくちゃ自粛してます。今月も仕事一本しかありません。で、自粛中にアニメにハマって、約1年9ヶ月で530作品ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクター、真剣にマジでこんな時間まで頑張ってますんでね、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV プロフィールなどは全て説明文をご覧ください。で、過去のアニメリアクション動画に関しては再生リストに、作品別にまとめてますが、ほとんど過去の動画残ってません。理由は最後に説明します。で、ジャグリング、パフォーマンス、雑談というね、リストには、僕のパフォーマンスダイジェスト、ジャグリング練習動画、そしてアニメのランキングやおすすめ動画などなど載せてるんで、ぜひとも見てやってください。はい、で、今年の9月頃、でかい発表ができると思うんで、お楽しみに。では行きます。D アニメストアですね。行きまーす。3、2、1、スタート。これ、バラ。誰なの？こいつがあれですよね。だからその新型危険種を作ってるやつですよね。はい、ちょっとさっきも説明しましたけども、ちょっとこの動画でもしかして僕を初めて知る方いるかもしれないんで、僕はワンルームで母と同居ってことで、母が仕事休みの日は撮影が不可能なんですね。なので、いつも皆さんから、この話数だけ取っとけば大丈夫ですよという話数をお聞きして撮影しながら進めてます。で、この14話は取る話数なんですけども、これを今見とかないと、今日母休みなんで、14話でストップするんですね。で、15話、16話は、撮影しなくても大丈夫だということなんで、母が家にいる間に普通に見れるんです。というやり方で僕はちょっとやってますんでね、ぜひご理解ご協力のほどよろしくお願いします。はい、なので本まったらもうこの時間なんでいつもやめてるんですけども、ここで14話を見とけばなんとか今日ね、母休みでもね、続きが、まあ、15話16話だけですけども見れるんで、であと17、はい、17話取って18話取らなくてもいいんで、19話以降全部取るっていうことになってるんで、とりあえずこの14話今もちょっと眠いですけど気合で見ます。という、普通のアニメリアクターやったらしなくていい苦労してますんでね、ぜひ応援してやってください。さあ、 S ですがね、出てきましたけど、果たして乙女ですね、もうね。ナイトレイトってバレたらまずいよな。
瞬殺やったもんね、これ。バリバリ乙女やん。お、誰なのこいつは。そうそう、このね、新型危険種は人間やっていう話でしたね。誰やねんこいつは。あれ？ワープさせられたん？刺されたってことやな。うわ、でっか。お前めっちゃ似てんな。おーおーおお。終わり。おお。すごっ。
さかの無人島ってサニーボーイかこれは。かわいいやんけ、SS。 バリバリ乙女やん。どうやって帰んねん。ここでしばらく二人で暮らすのも悪くないですね。何としても手帳を持ってそっちに紹介しましょう。泣いてください。何やろ心当たりて。怒られましそう。にゃーの笛ね。ほう。いずれなんか仲間になれそうな気するのはちゃん。パルタス族。
何？おいでこんな強くなったん？沼セイカのあれやね。このここの、あ、これか、やっぱりそうか。あれ、今のものってあれやね、ダイダラの。S の勝負。何？自分自身がテイグってこと？これ、あ、血がテイグね。おお、正常な石で。それは誰やね、ほんで。ああ、これ。
大臣の息子。この女は誰？オネスト大臣の息子。エアマンタ。全然、ああ、来た来た。来たね。あれ？これな、あ、戻ってきたね。透明化か。そう、気配とはね、チェルシーに言われたもんね。エステスはとりあえず、やべえやつだね。敵や、敵やな。味方にはならんな、こりゃ。あら、水着かいや。教団を切る。わあ、なんか変なの出てきたな。よいしょ。はい、ということで、もう5時を回っておりますね。こんな時間までいつもやっております。いつもというかね、いつもじゃないな、まあ今日はやっております。さあ、これでね、15話、16話は今日ね、母が休みでもなんとか見れると思うんでね、よし、達成感がある。まあ、今回出てきたあいつ、名前がわからんかったな、ホネストの息子ね、が、まあ、現れて、で、エスレスと、まあ、辰巳を無人島に転移させたわけですね。で、まあ、ここで、エスレスが、いや、エスレス、お前、乙女やな、絵描いてたらめっちゃおもろかったわ。ね、もうとにかく一途な乙女で、S です、ちょっと、むっちゃ可愛いねんけど。ツンデレですかね、ほんで。で、まあまあね、二人でこう、まあ、
一応楽しく過ごしたと言っていいのかな。で、ここでまあお互いのその素性みたいな話したけど、SDS はなかなかやべえやつですね。その親父もビビるほどのやべえやつですね。で、まあなんとかその帰れる方法はこうじゃないかと2つね、提案して、まあ人に、まあ当たってましたけどね。で、まあその SDS の過去はなかなかでしたわ。ほんまにやばいやつですね。これはもう、辰巳も味方になってくれてるのは諦めざるを得へんほどやばいやつでしたね。で、まぁ、ちょっと、気になったのは、まぁ、超危険種の血がテーグやから、なんかうまいこと血を抜けば、もしかして、SDSの氷の力は、まあ、うまくいかんと思うけど、封じれるんじゃないかなっていうことと、あと大臣の命令で、超危険種の討伐してんのに、それを生んでるのが大臣の息子って知った時に、果たして SDSがどう思うかが気になるところ。で、その大臣の息子が、自分の意思でやってるのか、その大臣にやらされてるのか、これでだいぶちょっとね、変わってくると思うんで、まあ、果たして、今後ね、SDSがそれを知ることになるのかどうなのか次第、じゃあ、もしかして仲間になるルートもあるんじゃないかな、と思うんですけどね。で、まあ、最後にやっぱ SDSがね、また辰巳には会えるだろうみたいな。もう最後の最後まで乙女やったのが可愛かったし、まあそんな中で辰巳が次会う時は確実に敵だろうとね、いうのもちょっとまあ複雑やな。これ SDS には幸せになってほしいという気持ちが、なんかまあね、幼少期からそんな人生送ってないみたいやし、初恋やしね、これなんかちょっとラブコメ要素がいいなと思いました。はい、ということで、その辺が気になった赤目が切る14話でした。はい、よかったらチャンネル登録や高評価お願いいたします。ということでね、15話、16話は多分今日母がいる間に普通に見ると思います。はい、ここから最後の挨拶なんで、興味のない方はここで切ってください。はい、おととしの3月ですね、もう、ほんまに大道芸の仕事がもうことごとくなくなって、キャンセルで、1件しかなくなったんですね。で、まあ僕はもう貯金を切り崩してなんとか生活していこうと思って、家に引きこもるようになりました。もうとにかく金使わんようになる。で、そんな中で、バイチェバーガーデンを見始めて、10話のリアクション動画を投稿したのきっかけに、今アニメリアクター始め1年10ヶ月目なんですが、1年7ヶ月目の時に1年5ヶ月分大量に動画を失ってしまいました。詳しいことは10月5日6日のね、僕の生配信のアーカイブでわかりますんでね、興味のある方がいれば見てやってください。やっぱ馬娘がね、驚異の再生数だったんで、これを失ったことで今も再生数もチャンネル登録者数も全く伸びない。ずっと腹前進を続けてる感じです。なおかつ僕はワンルームで母と同居というね、リアクター的にはとんでもなくでかいハンデを持ってますんでね、夜はこんなことをしないとできないしですし、いてる時は撮影不可能です。ただ家主は僕なんで、家賃光熱全部僕が払ってるんで、そこ感じがないようにお願いいたします。はい。ただね、この根性鉢巻きを巻いてからは、もうそんなね、大ハンデやろうが、受けた大ダメージ、そんなものはもうぶっ飛ばしてやろうと、ぶちのめしてやろうと思ってね、気合だけは入ってますんでね、僕はもう諦めない、くじけない、折れない、やめない、はい、というね、気合でやってますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。で、実際にね、このアニメリアクターとして僕を知っていただいた方、4名の方がね、これまでほんまに僕のパフォーマンスを見に来てくださったので、ぜひね、ホームページの PV 見てください。で、これからもね、僕は家にいること多いと思うんで、とにかく撮れる時には動画バンバン撮って、バンバン投稿します。再生数ほんまゴミ、ミジンコ、マジで死んだ方がマシレベルなんですけどもね、投稿本数だけは誰にも負けへんという気合は入ってます。なので、本数、投稿本数に注目をお願いいたします。はい、もう、やればできる諦めないをね、そこで感じ取っていただければなと。そして僕をね、また一人でも多くの方知っていただいて、ほんまにショーを見に来てくださる方がまた増えたらいいな、という願いを込めて、もう毎日ね、ほんまに休まんとやってますんで、ぜひですね、応援よろしくお願いします。何回も言って申し訳ないんですけどもね。はい、ということで、最後までどうもありがとうございました。あ、で、再生リストに動画がないというのはそういう理由なんで、はい、ご了承ください。はい、最後までどうもありがとうございました。以上、マジラ道芸人浜でした。それでは。